は川島です。ハノイに来て1週間が経ちました。渡航2日目から朝ジムスタート。毎日ビールを美味しく飲むための努力です。ベトナムは炭水化物とお砂糖の摂取量が日本よりもかなり多いと感じました。なので自己管理のために緩く目標設定、毎日20分から30分ランニングと3分プランクです。マシーンはいろいろあるんですが、まだ使い方がわからないので、しばらくランニングマシーンのみで頑張ろうと思います。44階にジムがあるので眺めがとってもいいです。24時間使い放題なので、夜は夜景を見ながら走れます。マンションのすぐ隣に日本大使館があるので何かと安心です。今は空いてますが、だいたいいつも3人ほどトレーニングしてる方たちがいらっしゃいます。この機械とかこの機械とかどうやって使うんですか？サイクリングマシンもあるんですけど、日本でジムに全然行かなかったので操作が私はわからない。で、このボタンを押して外に出ます。ジムの中に入るときは指紋認証で入ることができます。で、このままエレベーターに乗ってお部屋に戻ります。お部屋も鍵じゃなくて指紋認証で入ります。ただよくエラーに私はなってしまう。おそらく職業柄指紋が薄くなってしまっているのか、なかなか感知してくれない。マンションの駐車場がバイクだらけ。移動手段はグラブというアプリを使ってタクシー移動がほとんどです。主人の通勤も運転手さん付きです。バイクタクシーもあるんですけど、怖いので多分乗らない。今日は主人の女子の方にハノイ案内をしていただきました。昨夜はたくさんちゃんぽんして若干二日酔い。大きなイオンに来ました。回転寿司ではなく回転鍋屋さんありました。お鍋の具が回転してるそうです。ハノイではお鍋文化が強く、真夏でもお鍋が人気らしい。ハノイに来てからまだベトナム料理を食べていないので、今日のランチはベトナム料理屋さんにしました。ベトナムはね、あんま辛いのないね。昨日でも食べた。どれも量が多くてお腹いっぱいになりました。ピリ辛ぐらいはあるよ。ハノイ3日目、私の誕生日でした。33歳になりました。ハノイの街をお散歩デートです。ウーロン茶が人気のカフェに寄りました。ベトナム名物の卵コーヒーも初挑戦。プリンみたいな味で、飲むっていうよりかは食べる感じ、美味しかった。これとは別でピーチウーロンティーもいただきました。さっぱりしててすごい飲みやすかったです。めっちゃ美味しい。やっぱり日差しが強くて空気もすごい排気ガス感強いので、マスク必須なんですけど、湿気も湿度も暑さもあってずっとつけられなかった。で、今日は旧市街まで歩きます。ハノイ3日目。うん、3日目。誕生日です。マイバースデー。33歳。ニワトリが道端に放し飼いでいるのもベトナム感あり。箱
行者天国エリア到着です。このエリアでは週末になると路上ライブミュージックだったり伝統工芸の公演などを楽しめるそうです。なんか大きなクラブみたい。この犬は鎖でつながれてるんですけど、つながれてない犬とか猫ちゃんたくさんいました。結構この街中独特な匂いで溢れてて、なんとも言えない感じ。いい感じのカフェ、慣れたら入りたい。ちょっと待って。観光スポットトレインストリートです。線路沿いにカフェがあってすごい人気映えスポットだったんですけど、今はもう閉鎖されてました。この日は3時間ほど歩きました。知らない土地だったので時間が経つのが早くて、気づいたら足が棒になってました。帰りはもちろんグラブでタクシー呼びました。自分の携帯で初めて呼んだ。どこにいても2分ほどでタクシーが来るのと、料金も事前に知れるので安心です。ぼったくりなし。お金事情、ベトナムってドンなんですけど、日本よりもゼロの、個数が多くて計算がまだ全然できなくて、お買い物の時はいつもお札全部店員さんに見せて計算してもらって返してもらってます。だいたいいつも多く払ってお釣りが返ってくる。で、今みんなが座ってるこのプラスチックの小さな椅子、東南アジアでよく見られるんですけど、常に持ち運びを想定してこのサイズ、この軽さらしいです。あとスコールも多いので雨に強いプラスチックの椅子。国立ベトナム歴史博物館の前まで来ましたが、時間的に入れなかったので外観のみ今日は。また今度時間ある時に来ようと思います。ちょうどこの博物館の裏にオペラハウスがあるので、オペラハウスだけはこの海外赴任中に絶対に行ってみたいところ。おしゃれしていきたい。記念日とかに行きたいな。で、今見えてきたカフェなんですけど、ここハノイでよく見かけるこのカフェはベトナム国内でも最もポピュラーなカフェチェーンで、ハイランドコーヒー。ハノイ市内だけで99店舗、ベトナム国内で341店舗あるそうです。フラッグタワーが見えてきた。レーニン公園、レーニン像発見。社会主義国ベトナムの一風景として一緒に写真撮りました。でもお金がなくなる気がする。ベトナムではバイクと人と車との距離が本当に近くて、そんな多くないじゃん。多分6000円ぐらいしか。まだまだ怖い。道路渡る時とか本当にいつも引かれそうになります。あとはバスがすごく速くて、
日本だったら絶対ありえないスピードでバスが暴走族のように走ってます。ベトナムではバスが強いらしいです。バスが最優先。なんだろうこれ。ここは何でしょう、分かんなかった。なんか綺麗な施設、建物。至る所に国旗がいっぱい。賑やか。なんか運んでる。ナスで行って。ベトナムに来てから結構ナッツ類をよく食べる機会が多いです。アーモンドとかピスタチオとかドライマンゴーとかいっぱい作られてるのかな。左の方がいいかな。あとはスーパーに行くとミロがすごいたくさんあって、ミロ推し。私は甘くて苦手なので飲まないですけど、またベトナムビールが安く手に入るので嬉しい。缶が日本と比べてちょっとちっちゃいんですよね。350じゃなくて300ぐらいなのかな。でベトナムでの初料理は茶色オンリーになりました。ほんと簡単なもの。ベトナムナス割と固めだったけど美味しかった。歓迎パーティー7日目にしていただきました。ベトナム式のお花の渡し方なのかな。乾杯の温度がすごいまだ慣れない。で何回も何回もこの乾杯が一つの宴会で行われます。バラバラ。お料理の品数もそうですけど量が多くて、この後もどん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 運ばれてきました。食べきれなかった。みんなとっても元気で熱量がすごかったです。楽しかった。こんな感じであっという間の1週間でした。早く慣れたい。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ次の動画でまたお会いしましょう。ではまた。